どうもおはようございます、ベルフリです。今日は新型の40アルファとベルファイアのベースグレード、来年2024年には出るんじゃないかっていうふうに噂されてるんですけれども、時々、動画のコメントやあとライブやってる時にもね、書き込みの方あるんですが、多分出るでしょうっていうことでね、言われております。まあ、気になるのはやっぱね、価格なんですよね。あとはこれネット上でもあったんですけれども、 PHEV プラグインハイブリッドも出るんじゃっていうふうに言われてます。まあ、その辺の、ね、価格帯がどうなるのか、私の、ね、個人的な予想なんですけれども、今回動画でお伝えしてみようかなと思います。まず最初にハイブリッドの方の価格なんですけれど、そうですね、ベースとして考えるのはハリアーですね。つい最近まで、ハリアーの Z グレードあたりが受注停止になってましたが、それもね、受注再開になりました。で、こちらのハリアーの Z、レザーパッケージの価格ですね、約490万。肉なんですけれども、490万。ハイブリッドです。で、それの、PHEV。4駆になるんですけれどもね、PHEV ですと。それが620万ということで、まあ、肉からね、4駆になると大体20万ぐらいアップしますから、そう、大体100から110万ぐらい。価格が上がるかなっていうところですね。それをベースに考えますと、アルファードのね、Z のハイブリッドが約640万ぐらいですのでね、まあ、740から750、まあ、少なめに見積もってっていう感じになりますけどね、単純に100上がるっていうところでね、済むかどうかなんですけどね、あのアルファードミニバンのね、プラグインハイブリッドが多分、今までそういったタイプってね、ないんじゃないかなと思うんですけれどもね、そんなわけで、そう、アルファードだった場合は、740万になるんじゃないかなと。で、ベルファイアの方、こちらは4駆がね、710万なので、まあ、同じくね、100から110上がった場合は、810から820ですね。エグゼクティブ並みになっちゃいますね。まあ、そもそも今回のね、ベルファイアの方なんですけど、もう Z プレミアっていうだけで、まあ、以前あったね、エグゼクティブ並みのもう値段になってしまってますからね、そう、プラグインハイブリッドになると、800万ぐらいはまあ確実にいってしまいますかね。あとは付けるオプションによってね、本当乗り出しが大台超えるというのがね、十分あり得る価格帯になりますよね、本当ね。まあそんなんで、まあ、単純計算なんですけど、100から110ぐらい上乗せですかね。まあハリアーベースに考えてなんですけれどもね。まあただね、それより、価格差が開く可能性はね、十分あると思います。あと、そうですね、プラグインハイブリッドの魅力としてはね、電気とガソリンの使い分けができる。まあ家でも充電できるんですけどね、まあ充電するには、ちょっとね、200V の工事とかが必要になるのかもしれないんですけれども、まあ、それでもね、朝というかね、通勤だけにしかほぼ使わないという状況であれば、本当にガソリン補給せずにね、電気、家のね、充電だけでいけるんじゃないかなと思いますね。航続距離はハリアーの方で、カタログ値ではね、まあ、90キロぐらいになってますけれど、まあ、ただね、走り方にもね、よると思います。まあ、例えば、そう、アクセルのね、踏み方とか、あとは、春、夏、秋、冬でね、やっぱり、夏場と冬場はね、カタログ値よりも大きくね、下がるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それでもね、なんか、ここ最近のガソリン高ですからね、まあ、電気もね、安いとは決して言えないんですけれども、ただ、スタンド行かずにね、ちょっと足らないからコンセントにね、挿して充電するかっていうのもね、一つのね、魅力かなと思います。あとは、当然ね、燃料も積んでますから、なんかあった時ね、じゃあガソリンに切り替えればいいみたいな感じで、ね、使い分けできるのはね、非常になんかね、便利かなと思うんですけれども、ただね、値段がちょっとね、高いですね、ほんとね。ハイブリッドでさえ高いなって思うのに、さらにそれよりもね、もう一回り値段が乗っかってくるので、ちょっとね、なかなか手が出ないかなっていうところなんですけど、まあ、予測としてはね、100から110以上アップじゃないかなと思っております。そしてベースグレードですね、40系のベースグレード、こちらの価格帯に関しては以前の30のね、アルベルのやつをそのまま引っ張って考えると、そうですね、例えばアルファードの Z グレードが今私が乗ってるね、この30のアルファードの SC に相当するとすれば、ベースとの差はね、70万なんですよね。約アルファードの S というグレードが300、ほぼまあ400だったんですけれども、390何万かで、価格差は70万でした。エアロタイプですね。で、その下に X というのがね、あるんですけれども、こちらが359万とか、まあ、ほぼほぼ360なんですけれども、
40万ぐらい安いという、まあ、そういう価格になってました。なので、まあ、仮にね同じようなあの値段の開きだった場合、40ではね、アルファードの Z ガソリン車ですけれども、ベースグレードの、まあ、なんていう、ね、名前になるかちょっとわかんないですけど、まあ、かつての、ね、エアロタイプであれば70万安いので470万、そして8人乗りもあったあの X グレードなんですけど、さらに40万安くなって430万という、ね、値段になるのかなと思います。まあ、かつては、ね、アルファードベルファイア300ジャストでも、ね、変えたグレードがあったんですけれども、ね、ついにもう400を、ね、超えてくるのかなっていうところですね。まあ、8人乗りもね、なんつうんでしょう、家族が多い時なんか非常に、ね、便利じゃないかなと思います。あとシートフルフラットにした時に、車中泊にはねすごくあの使い勝手がいいようにも見えるんですけれども、まあ、それでもね8人乗り、先ほどの、ね、値段帯当てはめて考えると、まあ、430ぐらいになるんじゃないかなと思います。エントリーモデルで430万円から、まあ、最近は値引きがほとんどね期待できないですから、一体乗り出しにねプラスいくらぐらいかかるのかなっていう感じなんですけれどもね、かつてあの私が初めてあの購入したベルファイアなんですけれども、車両本体価格があれは確か378万だったんですよね。 2.5 の Z なんですけれども、で乗り出しが400ちょっとだったんですよ。400数万円、なのでプラス30万いかなかったんですよね。一応ナビゲーションとかもついてましたし、ただツインムルーフとかはつけませんでしたね。ナビゲーションはあの車外で入れたりとかもしたんですけど、そういうのも含んで、まあ、なんだかんだで400ちょっとという、ね、金額でしたね。だから30万切ってましたね。まあ、値引きもありましたちゃんと。そして今乗ってるねこのアルファードの30の後期 SC パッケージなんですけど、こちらも車両本体価格が468か9だったと思うんですけど、なんだかんだでね490ですね。まあ、値引きもちょっと渋かったんですけど、そんなにオプションつけなかったっていうのもあるんですね。まあ、この車ちょっと理由があって、あのツインムルーフつけられなかったんですね。まあ、選択することができなかったっていうのもあるんですけれども、それでも本当ね、ほぼ裸買いに近いですね。490なのでプラス22万です。ただ今のあの40系ね、こういう買い方多分できないんじゃないかなと思いますね。本当ね、値引きが渋くなったっていうところで、まあ、最低でもねプラス40ぐらいはね必要になるかなと思うんですけれども、まあ、どういった内容がね標準でついてくるかにもよるんですよね。まあ、今の40系はあのディスプレイオーディオに最初からナビが入ってるんですけれども、この30系ではね、ディスプレイオーディオはついてるんですけど、ナビゲーションが標準で入ってません。まあ、エントリーナビか、あとは T コネクトナビをね選択するかによって、まあ、値段がちょっとね変わってくるんですけれども、まあ、そういったものがねもし入ってなければ後から選ぶっていう形にもねなりますので、まあ、なんとも言えないですけどね、やっぱ 4,50 かかっちゃうんじゃないかなっていう気はします。というわけで今回は40系のね、ベースグレード の価格に関してね動画の方でお伝えさせていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方をポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。